はい、こんにちは、すぬわです。今日は福井県小浜市に来ています。はい、で今日探索する集落はですね、小浜市にあった上根堀集落の探索をしてみたいと思います。この集落はですね、廃村というわけではないんですが、今住んでる人がいなくてですね、その元の住民の方が管理をされている集落になっています。いわゆる無人集落ですね。はい、でこの集落は去年1年前に来た集落になりまして、今日は1年後どうなったかを確認していきたいと思います。はい、で今ですね、これ御乳峠に向かう林道に入ってきました。その御乳峠の途中にですね、上根堀集落がありますので、気をつけて行ってみたいと思います。結構ですね、今日も紅葉の季節で、天気がいいので交通量は多めですね。ここはね、先ほどからバイクと何台もすれ違います。はい、ですね、そろそろですね、着くんではないかなと思います。今それどこだろうな、これ左側に今ちょっと家屋が見えてますが、去年も行きましたね。どうなんだろう、この辺変わってるかな、なんかこういう青いやつなかったような気がするんだよな、この木に巻いてあるやつ。どうなんだろうね。あ、そろそろかな、この辺ほら家がありますよね。よいしょ、見えてきましたね。ここがですね、集落ですね。これが上根堀集落です。それで前どこか向こうの方に止めたかな、今回も止めさせてもらって探検の方を、探索ですね、をさせていただこうかなと思います。せっかく来ましたんでね、ここいいかなと思いさせてもらって、はい、ではここに止めて探索の方をしていきたいと思います。この上根堀集落はですね、標高が300メートルの場所にあります。大正時代には29軒ほどの家がね建っていたそうなんですけども、今はですね10戸ほどが残るだけらしいんですけど、結構ありますね。あれ、なんか調子によるとなんか10戸ほどって言ったんですけど、結構残ってますね。でちなみに今歩いているこの道はですね、前回来た時も説明したんですけども、サバ街道といいまして、小浜の方で採れたサバをですね、この道を歩いて京都の方まで運んでいたということで、サバ街道っていう名前がつきました。正式名称は林道小浜くつき線らしいですね。ちなみに今車が走れる車道になっていますが、これができたのが2003年ですね。20年ほど前にこの道が舗装されて、車が通って、こちらどこだったかな、滋賀県の高島市かなの方に車で行けるようになったらしいです。はい、最近の話ですね。もう上根堀書いてあります、ここにですね、上根堀集落。こちらがですね、休憩どころ助太郎っていうんですかね。助太郎というのがありますね。毎週土曜日祝日の10時から16時に開館しています。入っていいんかな、
んちは。え？誰もいないんだけど。入っていいんかな。こんにちは。あ、うん、書いてある。カミネゴルの野鳥たちって書いてありますね。こんにちは。あ、誰もいらっしゃらないね。誰もいらっしゃらないですね。真っ暗ですけど、ちょっと今回やめときますか。でもあれですよね、これ不在にしている場合もありますが、遠慮なくご利用になってくださいだそうですね。はい、こちらに来ればこちらが利用できるということですね。まあ多分おそらくですね、登山してる人とかが使うようなところですかね。あ、なんか書いてあるな、ゲストハウス。これ、お？ゲストハウスがあるんですって。ちょっと見ていきましょう。こちらで泊まれるそうです。これキャンプできるんかな。炭火の跡がある。うわー、すごい。よいしょ。よし。はい、で、神社とお寺があるそうなんで、そちらもね、見ていきたいと思います。わあ、すごいな。あ、なんか英語書いてある。 KWRT。 登山口中央登山口。え、ここが登山口？ここが登山口か。あ、これ？あ、違う。これお寺だ。お寺じゃない、寺院だ。神社だ。ちょっと神社見させてもらいましょうか。広峰神社だそうですね。わ、こんなところにあったんだ。去年来なかったよね。これは知らないな。わ、綺麗な神社ですね。広峰神社の鳥居、昭和23年に築造されました。お、これですね。昭和23年に作られた鳥居だそうですね。失礼します。わあ、すごい。わ、歴史ありますね。失礼します。
何かいるかな、動物かな。失礼します。すごい、わあ。あ、お金持ってこなかった。ちょっとお前にすればよかったですね。こちらがですね、上根堀集落の広峰神社になります。ちょっと今登山口かと思ってきたらね、神社がありました。わ、ここに倒れてる木でかいですね。すごい。あ、こっから下が見える。去年この神社気づかなかったですよね。去年は何も調べずに来たんでね、突然。よいしょ。こんだけ綺麗なね、町並みですけど、町並みもうその集落ですけど、人がいない、誰もいないです。あ、ここくぐってからでいきましょうか。よし。この上が登山口かな。ちょっとだけ見てみますか。あ、ここから登っていくんですね。あ、なんかね、石垣が組んでありますね。すごいじゃん。この上にも何かあったんですかね。はあ、じゃあ戻りましょう。ここは見させてもらいましょう。あれ、あの正面のうちあんな崩れてたっけ。あれ、こんな崩れてましたっけね。ちょっとまずこの東登山口、東戸口か、こっちにも登山口があるのかな。ああ、ここ覚えてますね。綺麗ですね、相変わらず。本当に誰にも会わない、静か。本当に。ここも立派な綺麗なお家ですね。ストーブがある。やっぱり豪雪地帯なんでね、この屋根がね、急勾配ですね。かなり雪が深いらしいんでね、通行止めになるのかな、この道は。もうそろそろね。机がある。これがですね、一番奥の家かな。あ、こっちだ。こんなところに登山口があるんだ。
人のお家の横を通ってこの中を、すごいな。あ、ちゃんとデッキメーターついてます。え、ここに登山口があるそうですよ。人のお家の敷地の中を歩いていくのだ。ここだ、東戸口って。これ登山口でしょ。こんなところを登っていくんですね。人の家の庭だね、ここね。わ、こっからの景色もすごい。意外と振り返ったところの景色が綺麗だったりするんですよね、こういうの。あ、ここいいね、ここ。ほら、すんごい綺麗。郵便雪もちゃんとありますね。ここなんだろう、なんだろう、ここちょっと失礼します。去年ここ来なかったね。あ、ここなんだ。お寺かな、お寺の裏だね。お寺か神社系、お寺だね。道場的なやつですかね、ここは。でもこっちお寺なんでね。え、でもあれが、祠がある。え、ここは何だろう。下からね、お寺は下から正面から行きます。広いところはもともとこういう場所だったんですかね。あ、向こうの家倒れちゃって崩れちゃってますね。ね、さあ一回お寺に行ってみましょう。こちらですね。はい、これが上濁集落のお寺です。総福寺っていうのかな。こちらのお寺はですね、一度火事で焼けているそうですね。再建されたお寺だそうです。あ、思い出した、ここ思い出した、そうだ。なんかね、カメラがあったような気がする。思い出した。あ、綺麗ですね。さっきのところはこっちか。あ、違うな。あ、ここだ。こことつながってますね。お墓かな、ここは。こんな子かな。お、
このお寺の裏は失礼します。はあ、何もないんだね。あ、ここだ。さっきはこの階段を降りてくるのか。ここを降りていって、こっちか。ここだね。ここに行くとさっきの場所につながるのか。なるほどね。わ、この家、後ろ側もぐちゃぐちゃになってますね。崩れちゃってます、壁が。うん、はい、ではですね、上野暮集落の、廃校になった場所が、小学校の場所があるそうなんで、ちょっと見に行ってみたいと思います。少しここから離れてるそうなんで、歩いてね、林道を行ってみたいと思います。ここか、割とこれすごい立派な石垣だ。これ先ほどの、これは何だろうね。何だろう。で、離れてこちらに一軒お宅がね、あるんですね。これも完全に廃墟になってます。で、今これ離れて下の方に一軒長いな、お寺が、じゃあお寺じゃない、お宅が大きいですね。こちらのお宅も、これ工場なんだろうね、ここ。せっかくなんで見に行ってみましょう。よいしょ。これは個人のお宅かな。でかいですね。でもね、長い。わー、すごい。でも中身がね、個人のお宅っぽいですね。なんかいろいろ捨ててあります。あ、襖だ。あれなんか見えますかね。ちょっとこれね、ズームできないんで。わ、すごいな。わ、すごい。はい、ちょっとここまでにしておきましょう。で、学校の跡はどこにあるんだろう。はい、ですね、結構ね、下まで降りてきました、今。で、おそらくこの正面のひび側、これがですね、小学校の跡ではないかなと思いますので、行ってみたいと思います。この黒いのは何だろう。栗か。栗だな。すごい。って栗じゃないな、なんだろう、栗かな。はい、で、これがここがですね、小学校の跡地だと思われます。今は何もないですね。2018年にですね、校舎が取り壊されたそうです。ちなみに廃校になったのが、1985年昭和60年、これもまたですね、私が生まれた年と同じ年ですね。37年前に廃校になったそうです。はい、本当に何もないんですね。なくなっちゃったんですね。あと何年か
早く来てればね、こうしたら見れたんですけど。何もあと本当に残ってないな。あ、この木造の破片とかは校舎のやつですかね。あ、この後ろ側、あ、道路だ。すごいなんか風が強くなりましたね。はい、今は何も残ってないですね。はい、じゃあ一旦ですね、また上の方まで歩いて戻りたいと思います。ありがとうございました。